ユイトはどこかしら。さっきの訓練の結果も踏まえると、ユイトはお姉ちゃんの彼氏としてギリギリ合格だもの。ユイトがお姉ちゃんのことをどう思っているのか、念のために確認しないとね。もちろん好きに決まってるとは思うけど。ササネ、出撃命令よ。怪異の大発生が確認されたわ。場所は配置下軌道、急いで現地に向かって。了解。ナオミはすでに向かってるわ。現地で強化隊のみんなと合流後、隊長の指示を仰いで。分かった。ユイトのことはまた後にしましょう。ありがとう、ハルカ。さて、ハルカから聞いていると思うけど、この配置下軌道に怪異が大発生しているらしいわ。断絶の帯がかなり低空まで下がっているせいで、空調から地下にまで入り込んでいるそうよ。今さら説明するまでもないでしょうけれど、新人のために断絶の帯について確認しましょうか。ナオミ、断絶の帯について知っていることを話して。断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆っています。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されていますが、詳細は不明です。その通りよ。だから断絶の帯が濃い場所には絶対に近寄らないでね。どこから怪異が現れてもおかしくないから、とても危険よ。それと断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質があるの。もしそうなったら、ハルカのテレパシーだけが頼りよ。通信装置を使わないテレパシーだと、私が一方的に話しかけるしかできないの。通信装置の機能が維持されるように祈ってて。それと私は中隊全体の指揮を取る必要があるから、ゲンマに臨時小隊長を命じます。どうしてゲンマなんですか。シーデン、不服があるならこの作戦の後で話し合いましょう。ゲンマ、頼むわね。了解だ。今作戦は第1連隊第7および第8中隊、第2連隊第1および第2中隊の合同作戦となります。ここ最近ではかなりの大規模編成よ。勝手な行動は慎むように。強化小隊はこれより前線を維持しつつポイントアルファへ向かう。俺とシデン、重ねて砂をつなぐ。ナオミには最後尾からの援護を任せる。行くぞ。了解。はい。使われている路線もあるのよ。
近くに物資反応があるみたいね。こんなところね。次の。鍛錬を積めば結果はついてくる。
重ね、お前に戦闘のアドバイスをしてやる。うまくいけば怪異たちを一網打尽にできると。そこにある電車の車両をうまく使って、あとは当然言わずともわかるだろうな。最後まではっきり言えばいいと思うけれど、まあいいわ、分かった、電車を使うのね。温存はしない。感覚が研ぎ澄まされている感じね。これが集中力を高めるってことなのかしら。僕のドライブを見せてやる。僕が片付ける。なかなかいいものが手に入ったわよ。精神統一だ。すんなり片付いたわね。今日は断絶の帯がかなり低空まで降りてきてる。これはすごく珍しい現象よ。まあ低空といっても手が届くほど低いってわけじゃないけど、普段と違う異常な状況なのは確かね。了解した。警戒を強め、慎重に行くぞ。今の一体決めるわ。終わりに。危な、かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。システムだからな。超能力の制御は自身で確実に行うべきものだ。状況を報告してくれ。はい、こちら広報、
問題ありません。了解。次に後方からの支援を頼む。いや、次はくれぐれも無理はするなよ。了解。国防軍の連中が見えなかったか。いえ、私からは見えなかったけれど。妙だ、こんな怪異の多い危険な場所で一体何の任務。
らうわ。無理はするな。何かあるわ。ロックされていて開きそうにないわね。システムを制御しているデバイスを壊せば解除されるんじゃないか。例えば高い電圧をかけるとかな。重ね、それらしきデバイスがあれば放電してみろ。